お願いします。早速ですが両チームのスターティングメンバーすでに発表されています。ご覧いただきましょう。まずは世界選抜はこの11人になりました。セルジオさん、本当にこう楽しみなメンバーが揃いました。いや、すごいね、これもしかしたらね、二度も見れないかもしれないメンバーですね。中田英寿もスターティングメンバー出場しています。キャプテンは10番ロナウジーニョ、監督はパレイラ・ライカールトの2人です。さあ、そしてヨーロッパ選抜のスターティングメンバーもご覧いただきましょう。この11人になりました。セルジオさん、このヨーロッパ選抜もジダンが10番、ベッカムは23番をつけてスタメン出場です。ヨーロッパも負けないその顔ぶれですね。すごいメンバーですね、キャプテンマークを巻くのが7番 AC ミラン所属のシェフチェンコです。まあ、改めてロナウジーノがキャプテンを務めます。こちらが世界選抜の11人になります。多少ちょっとウイングが出てね、やっぱりさすがバルセロナの選手らが攻めるときにも大騒ぎですね。今日は赤の世界選抜にはバルセロナの選手が多数抜け出してシュート来ました。素晴らしいスルーパスですね。今最後はスルーパスから鮮やかに決めていきました。世界選抜エドーのゴールで1点を先制しました。今日は一つの楽しみ、ゴールもどれくらい、まあ、とにかく選手が笑顔をみんなに取り戻したいんだという話をしていましたから。そうですね、もうカカからね、ロナウジーニョが鶴を動きをしてね、してもう全くフリーになってね、まずは一つ目の笑顔、世界選抜がもたらしてくれました。前半14分、カメルーン代表エトーのゴール、1対0と世界選抜が1点先制です。今日は世界選抜、赤のユニフォーム世界選抜のキャプテンマークはブラジル代表バルセロナでプレーをするロナウジーニョが巻いています。まあ、そのロナウジーニョは昨日の会見でボールを持っているのは今これが中田です。中田からロナウジーニョへのボール。とにかく今日のチームメイトたちはみんな経験が豊富だから、僕から言うことは何もないんだと、とにかくみんな楽しんでプレーをしてくれ、その一言だけ言いますと話していたロナウジーニョ。ボールを回します。今のガレバはね、そして中田へボールが通った。中田シュートまでは持っていけないが、ゴールにはつながりそうだ。あ、ロナウジーニョですね。最後は世界選抜キャプテン10番ロナウジーニョのゴール、2対0になりました。中田も絡んで、いや、ゴール前で、ね、普段見れないそのゴール回しですね。最後の最後まで崩してね、中田もよく入りましたね。こうね、もうカッカーが決めてもおかしくないんですけどね。最後はロナウジーニョ、みんなが楽しんで、そしてみんなが楽しめるようなプレーをしようよと語ったロナウジーニョが2つ目の笑顔、ゴールを決めて2対0です。この選手はフランス代表のアンディ、この選手おそらく後半に出てくるでしょうが、この選手も注目ですよね。いや、もうね、ジダンから1本のボールが通った。ヨーロッパ選抜イタリア代表デルピエロが1点を返しました。立ち上がって子どもたちが大きな拍手。今日はゴールを決めても決められても、どちらにもこう白い歯がこぼれる試合です。そうですね、まあ、サッカー好きな選手たちらですから、一つ一つのね、その技術を本人たちが一番足合ってやってるじゃないですかね。ただね、今日はね、一番大変なゴールキーパーですね。ゴールキーパーも見せるシーン厳しいかもしれません、はい、デルピエロのゴール、ヨーロッパ選抜が1点を返しました。2対1です。さあ、あっという間に試合もロスタイム前半入りそうです。長いボールが入ってきました。かわした。前半の45分を目前にして、ね、完全バックパス読みましたね。瞬間的に速い選手ですね、エトーはね。カメルーンのエトー、地元バルセロナのエトーが今日2点目。前半はこの人が最も我々を魅了してくれたでしょうか。本当にこのコンビは素晴らしい。もう完全読みましたね、ここね。このフェントも素晴らしいですね。この地元バルセロナでプレーをします、まあ、リーグの方でも現在得点王、はい、明治、まあ、これがね、やっぱり将来のそういう同じ立場の子供がまたスターになってそれを引き継いでいくということになるじゃないかなと思いますね。
世界のサッカー団体、サッカー界、FIFAを中心として一致団結をしてこの会を開催しました。おー、ロナウジーノから中田、そして左サイドにボールが出た。さあどうするか、ソングはシュートを打っていった。いや、ロナウジーノも本当自分のねチームだっていう、これぐらい意識するっていうのも素晴らしいじゃないかなと思いますね。周り見てください、周りみんな見てるんですね。これはその前のあのまたいだシーンですね、はい、もう楽しんでますね。の選手です。あ、さあ今度は亀にはどうだ、今度は及ばない。素晴らしいですね。38歳ゾラが20歳の亀にからゴールを奪って笑顔です。もう注目してほしいのもトラップした時にも意識してボール浮かしてね、ループシュート打つためにわざと浮かしてるんですね。元イタリア代表、166センチ、小さなマルチュシとも呼ばれた38歳、ゾラがここでわざとボール浮かすんですね。ここで、この辺りのも準備、こう次のプレーをね演出するっていう技術が素晴らしいですね。技を見せて笑顔、これでヨーロッパ選抜1点を返しました。3対2です。さあ後半になってメンバーが大きく変わっています。ゴールキーパーはエスパニョールのカメニ、コルドバ、ラデベ、ジャイディ、ソング、イランのマハダビキアが8番、後半出ています。そしてロナウジーニョは後半も出場。ヨーロッパ選抜がゴールで同点に追いつきました。これで3対3。前半は世界選抜でしたが、後半はヨーロッパ選抜。ホンジュラスの選手ですね。